ママ友にあげるちょっとしたギフトなんてあります？あら、もうないですね。それはいいですね。そうです。皆様こんにちは、三越伊勢丹の林でございます。小林です。この番組は毎回お買い物にまつわるさまざまなテーマに対して伊勢丹のスペシャリストをお呼びし解決していくスタイルでお送りいたします。ということでですね、今回第4回目を迎えました、はい、行ってみて聞いてみてでございますけども、今日また私の悩みなんですよ。多いですね。はい、実は私の席の隣の方からですね、今お子様をね、幼稚園に通わせてるんですって、ママですね、いわゆるね、そのママからですね、ママ友にあげるちょっとしたプレゼントどうすればいいのって聞かれちゃったんです。はい、林さんに、ね、相談しちゃったんですね。なんで私に聞くんですか、ね、本当にっていうとこなんですけども、はい、まあ、この番組やってるんだから、林さんなら知ってるでしょって言うんですけど、頼りにされて、でも分かんないですよね、正直ね。ね、どうしましょう今日は。まあ、こんな時はね、ギフト全般についてのご相談ならお任せくださいということで、伊勢丹のムードマークを担当されてます上野彩さんをお呼びしております。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。三越さんでムードマークを担当しております上野山と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。上野山さんは前回もね、名前がわからないとか住所がわからないとか、まあ、その時のソーシャルギフトでご登場いただきましたけども、今日もちょっと頼りにしてますよ。頼りにしてますよ。お願いしますね。はい、さ、困ってるんでね。ママ友のギフトを私に聞かれてもって本当思っちゃうんですけれども、その前にまずムードマークについて、そうだ、一回聞いてみましょう。はい、詳しく。ムードマークは伊勢丹のギフト専門のバイヤーが本当にいい商品を集めているオンライン上のギフトサイトになります。要は自分で買いに行くんじゃなくて、伊勢丹まで配送伝票を書くんじゃなくて伊勢丹がホームページの中にあるところですよね。はい、そうでございます。便利ですね。便利ですね。じゃあこれでちょっと今日は悩みを解決してもらいたいと思うんですけど、ママ友にあげるちょっとしたギフトなんてあります？ママ友にあげる商品ですと、おすすめしているのが1000円ぐらいでも軽くカジュアルに送れるようなギフトで、ホモロジーのクッキーとか親子で使っていただけるハンカチであったり、お弁当などに入れられるふりかけなどがおすすめです。ママ友のギフトって何、1000円ぐらいが多いんですか？カジュアルに送っていただくっていうのが多いですかね。価格とかで選べたりするんですか？1000円台とか2000円台とか。はい、絞って選んでいただけます。それもいいですね。まあね、本当にちょっとした気持ちだったら1000円ぐらいのものがいいと思うんですけど、いや、ママ友のギフトって1000円ぐらいとかで大丈夫なんですかね？多いと思います。1000円じゃなくても2000円とかでも送っていただく方も多いですけど、全然送っていただけると思います。ママ友ね、プチギフトとか多いイメージですよね。お子様同士でお世話になったとか、ちょっとした気持ち、はい、私もね、もう実は子供はもう大きくなっちゃったんですけど、ママ友のお宅にお邪魔するときにちょっとした手土産みたいなものだったり、ちょっとこうお世話になったんで、ちょっと本当に気持ちだけみたいのがあるんです。やっぱりね、この時もね、名前は当然知ってますよ、住所とかね、分かんないですよね。ママ友とかだと住所が分からない方が結構多いので、ソーシャルギフトのサービスを使っていただくのがいいかなと思います。ほら、ここでも小林さん、ソーシャルギフトですよ。ソーシャルギフトってね、もう一回説明していただいていいですか？ソーシャルギフトは名前や住所が分からなくても URL を共有するだけでギフトが送れるというサービスになります。便利です ね。詳しくお知りになれたい方は第3回目の行ってみて、見ていただければ分かるんですけど、どうぞ前回の回を見ていただければと思います。で、ママ友ギフト以外にもね、どんなものがラインナップであるのかなって。ムードマークではデパ地下で行列がいつも並んでるような人気のスイーツだったりとか。あー、わかったわかった。何ですか？あれでしょ、はい、いつも並んでる長蛇の列の、あれも買えるんですか？買えます。あらー、オンラインですもんね。いいですね。そうです。これをでもギフトであげたら喜ばれますよね。喜ばれますよね。配送こんな並んだんですかって言われちゃうけど、並ぶわけないか、配送だから。その質問は来ないですね。その質問来ないですね。はい、センスがいいと思われますよね。センス、これキーですね。はい、大事ですよ、ね、大事。なるほど、はい。デパ地下でその行列以外にも何かあるんですか？他だと地方のちょっと珍しいお取り寄せのギフトであったりとか。地方ギフトって面白いですね。気になりますよね。どんなものなんですか？例えば和歌山県とか、石川県であったりとか、そういったところのお取り寄せギフトになります。どんなものがあるんですかね。例えば、これ和歌山県になるんですけど、梅干しであったり、マグロの漬け丼セットとかであったり、美味しそうだ、美味しそうですね。あとはジビエとかあります。
和歌山詳しいですね。和歌山詳しいですよ。和歌山推しですか。和歌山推しで、はい、出身なのでちょっと推させていただいて。私、ね、種類も多いんですね。あ、そうですね。じゃあ和歌山は分かりましたけど、和歌山以外のところで何かこう、うんうん、気になるギフトとかあります？石川県のスイートポテトとか。いいですね。じゃあ地方のことは分かりました。でそれ以外は何かあるんですか？ あとは、うん、有名なアニメとかゲームとかのギフト、うん、アニメとかにまで進出してるんですね。手を出されて、ね、すごいですね。じゃあそれ以外にはどんなギフトがあるんですか？あとは、はい、マニアギフト。マニアギフト、何ですか？マニアギフトって例えば猫とか。猫？あとお肉。ミート？ミート、やっぱりマニアがいらっしゃるんで、そういった方に向けて提案をしてます。すごいですね。猫マニアは聞いたことありますよね。肉マニアって知ってます？もしかしたら私も肉マニアなのかもしれないですね。お肉好きみたいなことですよね。小林さん早速ちょっと帰ったらすぐ。そうですね、肉、うん、見ちゃおう。そんないろんな切り口がロードマークにあるってことですね。はい、じゃあホームページ見るのも楽しみになっちゃいますよね、うんうん、これね。ギフト送るときに見たくなります ね、うんね、うん、まあ、当然あれでしょ、クリスマスだったり、うん、ハーノイとかチーノイとか、はい、そういうオケージョンって言われてるギフトも当然おやりになってるんですよね。はい、はい、ございます。オケージョンごとに特集を組んでご紹介もしてるので、ぜひちょっとチェックしてみてください。ありました、はい、ね、名前がわからない、住所がわからないっていう切り口もあれば、はい、もうちゃんと住所も名前もわかってて、相手のギフトのタイミングに合わせて送るってこともできるっていう、はい、あ、そういう意味ではムードマークって幅広いですね。本当住所聞かなくてもいいのがね、うん、いいですよね、うん、相手の負担にもならないですし。今日はじゃあこういうムードマークの第2回目をご紹介させていただきました。でも小林さん、うん、やっぱり分かんないことどうしても出てくると思うんですよ。出てきちゃいますよね。その場合どうすればいいですかね。視聴者の皆様はお分かりにならないことが出てきたときは、まずはホームページをチェックしてみてください。概要欄に URL 載せておきますので、そちらからアクセスしてみてください。でもね、うん、毎回しつこくて申し訳ないんですけど、はい、ホームページ見てもやっぱり分かんないんですよね、私とか ね、 ね、そういう場合は上野さんに電話すればいいんですか？私はね、ダメなんですけど、ダメっていうかちょっとご遠慮いただきたいところではある。毎回言ってるんですけど、毎回、ね、はい、分からないことを端的に送ってください。どこに送るんですか？ホームページのところにコンタクトっていうところがあるそうなので、そちらからお問い合わせいただければ、はい、丁寧にアンサーが来ると思うので、上野山さんじゃないとは思うんですけど、あ、そうですね、お願いします。はい、わかりました。じゃあその際はね、いろいろと質問させていただきたいと思います。はい、じゃあ今日は上野山さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。林さん、悩みは解決しましたか？よかった。もうだって私にね、うん、ママ友のギフト紹介しろってことなかなか分かんなかったんですけど、ね、うん、今日これ上野山さんに聞いて、はい、もう自信満々にムードマーク紹介しますよ。おー、素晴らしい。小林さんもだからいいでしょ、うん、どんどん紹介できるでしょ、どんどん紹介できるし、自分でも使えるなと思いました、うん、ママ友にもしっかりとソーシャルギフトにも送れる、はい、ということですから、ぜひ皆様も一度お試しいただきたいと思います。お試しください。ではこの動画がいいと思った方は、いいねボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。はい、それでは今回はこの辺で失礼したいと思います。伊勢丹に行ってみて、聞いてみて。それでは失礼いたします。